日本庭園とかもありますけど。あんま興味ないですか？いや、割と。あの、横浜三景園ってとこ。対戦を確認。うん。どうすかね。政治はあんまよくわかんないけど、とりあえず使えてるわ、使えてるわ。経営いかがでしょうか。三経営、はい、三経営いいと思います。てか横浜ですか。横浜駅からバスです。はい、うん、いや逆に横浜以外でも全然大丈夫なんですけど。いいですよ、横浜で。ついでに手尾さん家見ておこうかな。なんもないですよ。うん、海鮮いいとこだけ見ようかな。いいっすけど、洗濯物が部屋干しされてるのが見えます。なるほど、そんなに長くいられないって、うん、チラッとってくるよ。バロランとしてもいいですし。いやー、さすがにマウス持ってくるのめんどくさいな。いや、マウス、お貸ししますよ。わかんない、慣れてるやつの方がいいんじゃないかしら。でもな、これどうなれば治るんだってく。いやでもな、そう、で私の方が多分ヘッドショット上手いんじゃないかしら、テオさんより。私の外用のマウスは毎回消毒してるんで。ここまでやってない。あ、そう、ソーバってこれ買えないんだ。ソーバはフレンジドローンとかゴーストドローンとか。なんかドローンの値段上がったから買えないです。上がったのか。そっか、うん、50円上がった。100円か。じゃあ仕方ないっす。シールドドローンとか、あとなんだっけな、チャージの数とか変わった。ここら辺一人ってこと？待って。よし。もう一回キャード。え、誰かいるってこと？裏ワン、裏ワン。あ、いや。あ、いや、裏裏。こっちが裏、こっちが裏でした。ナイス。了解。思い知らせてやろう。腕でやるには筋肉が必要だな。おかす筋肉。映るのかな、あれ。一人はいるけど。ドローンどこに使うのかかんない。敵残り1名。
この辺に。おお、全然違うとこ見てるかもで。売らないよ。はい。よし。もうちょっといいセリフにしてくんないかな、そうかね。ナイス裏取り。壁を展開。ラスト。どこにいい敵がいる。はい。じゃ確定。ラストシティ。ラストキッチン。ミト。え、じゃあこっちから来んのか。ミトからシティ行った。え。シティ行った。シティ進行。ジジイ。シティってどっちだったっけ。ここだ。こっち、こっちだ。ここだ。よし。これみんな買い替えていこう。銃がある。A は見てみれな自分たち。はいはいはい。わかんない。使っていいのかな。使っていい。見てなんか撃てるんだっけ。一応撃てるんだ。全然見えなかったけどな。どこにいた。ここ。よし、了解。金はあるぞ。助かる。助かる。準備完了。オッケー。助かる。助かる。了解。ここ了解。忘れちゃったね。はい、いつも一人だった気がするけど。あ、ここになんか左の左にフェニックスがいるか。おえ、あ、全然見えなかった。下の右な。右の左だった。めっちゃ痛そう。このバイパーの毒も瞬時にして広がるようになったって書いてあった。大体の幅か。
れた喧嘩は買うまでだ。すまない。助かる。金はあるぞ。あるぞ。ジェットグループで行く。はい。バイパーは B にいるのか。了解。行くぞ、相場。了解。自分のこと相場っていうの。あ、間違えた。あれいる。あ、はいはいはい。と、A、フェニックス。ミッドバイパー。銃構えてなかった。と、あれピッカーおかしくなっちゃった。キッチンそば。うん。レイジの人の表情いいな。え、そばちょっと。そう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 。アウトラインとか消せるんだと思って。して。どうやって作るんだろう。いいな。やれることは他にもあるさ。助かる。よし。了解。よくやった。助かる。銃がある。ちょっと縮める。必ず見つけ出す。フェニックスがめっちゃ前に出て。え、A ウルトなの？バイバイ、A ウルト。オーメンロー、ミッド。後ろ？後ろバイパー。壁に入れなかった。上がるんだ。大丈夫か？ハイパーはね、なんだっけ、リスポーンと。ここら辺で戦ってたけど。もし、ストレイ。ダメだって言われた。バイパー、バイパーとフェニックスが A にいる気がする。私はこれ使えるのか。おお、フラフラする。あ、奥に？奥多め。この辺りロードしちゃったよ。もう置いちゃう？よっこいしょ。なんか倒されてる？大丈夫かな？あ、これってなんか味方に当たる気がするな。大丈夫か。おーい。索敵する。どこに取ってくる。で、顔出さずにそこでしゃがんで右から来るやつ待っときゃ勝てますよ。そうです。ウルト打とうかな。で、解除音したらウルト。うん。ウルト。ナイス。これ、これで、こ
これで撃つのか。みんなミニマップ見て撃つんですかね、これ。M を押したら動かなかった。政治ちゃんもとか。ありがとう。ついといて。ああ。スキャンする。なんか B 政治？あ、政治じゃない、相場。何すんの？おお。と B バイパー。なるほど、これで拾えなくなっちゃうかも。めっちゃ歩いてる。リロード中。だね、ワイパーゼロだ。ゼロだけど、政治が出てた気がするけど。了解。どこ行った。うわー強いそれ命がけで拾ってる。あと30秒。あ、もうルトル頭当たってるけど。おいし。よくやった。すまん。団結は力だ。よし。やる。すまん。これはあるぞ。武器ない。すまん。サンキュー。よし。すまん。リロード中。よし。よくやった。オッケー。よく。こんなかとろうか。索敵する。助かる。回復するわ。表面の煙がすごい。不足だ。ちょっと手ちょっと。ああ、奥オーメン、ヘブン下オーメン、右誰か、誰だっけ。あれ、あ、倒してくれたんだ。あれ、あ、みんな倒してくれてるんだ。よいしょ。うん、どうすれば釣れた。そこの入り口のとこ、ここだ。ショックボルトで止まるのかな。あれどこだっけ。アウト、ソリー。スパイクはどこでやるのかこの人。ああ、いやでももうちょい左打ったと。回復を。すまない。そう。ジェット何してるの。全然覚えてない。お、一人はいるけど何撃つったっけ。二人いたのか。あ、うちミッドフェニックス。ここ
に行ったけど、もう移動してるよね。あ、間違えた。ずっとピンしてた。あ、すいません、そのピン間違え、クリック間違えたままです。了解。銃持つ音が聞こえない。バイパー、アストロイ右側だった。攻守交代前最終ラウンド、すまない、これで最後だよ。了解。注意していけ。了解。どこに行くんだろう。あら、やられちゃった。大丈夫かな。あ、めっちゃ雲多いです。奥左方面、ちょっとね、右側見えなかったな。なんかおる。これ A 行かないとダメ。もうちょっと左上。ねえ、一緒に。結構だ。すまない。おかえりに。じゃあ、あ、いいや。なんかさっき相手の人ミッドに打ってた気がする。助けて。A1、 A オメゾック。わ、出たくないけど、めっちゃみんな前いる。あ、入っちゃった。なんかここいるっけ。どうなったん。そんな倒してたっけ。チャンピオン出るごとに他のチャンピオンではエージェントの調整するってめんどくさいっすね。バロラント。剣王が出たから、イニシエーターを弱体化する？よくわからん。キャンセル。あれ？はい。はいはいはい。はい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 。3つからでいいのかな。ちょっと遠いかもです。左にイエローオークス相場関係なかったね。ナイス。ショックダーツってやっぱ味方も食らうんですよね、確か。気をつけないと。
コミット。監視中だ。了解。助かる。やる。よくやった。何から爆破しようかな。気をつけて。反撃する。ほいほいほい、助けてくれ。お遊びはここまでだ。矢で撃っちゃった。うわー、突っ込んできそう。大丈夫。ロイヤルボックス後ろ、フェニックス。マーブス、ちょっと避けたつもりだったけど。おお、ナイストライ。ちょっと出ちゃう。これやっぱ下向いて避けた方がいいんですかね、フラッシュって。いや、後ろ向きます。強くしようかな。え？でもジェットがウルトある。Thank you。ありがとう。あの、ああそうだよね。ちょっとピン高い。索敵する。なんかあ A 方面ミッドそう。見ちゃっか。ムーミントナイス。そう？あ、そっか、そっちから来たんだもんね。なんか A に入ってんじゃないかな。私どこ歩いてんだ。はい。B に行っちゃったかな。行きたいっすね。うん。いいっすね。いいかな。真ん中から行ったら危ないかな。頭打たれたし。めっちゃ下がっちゃった。でもなんか B 行こうとしてる。B に向かう。オッケー。まだわかんない。うん、行った方がよかった。カメラに映るのか。キャンセル。あと30秒。敵残り1名。いいよ。おお、オーメンウルトあんのかな。ないや。あと10秒。こんなにピンに来るか。ピンに来るのか。来るのかしら。あ、そう。キャンセル。ミッドオーメンスモーク。これミッドオーメンじゃいいのか。ギア刺しても映んなかったけど。あ、ミッドソーバー。 A サイズ。うん、オーメンがね。了解。え、you
あ、やだだだ。あれ解除してる、味方が。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。上だった。それに。節約する。もう一人とこ。索敵する。はい、まぶしい。 A フェニックス、 A レイナ。うわ、この煙がすごい。ナイスとこ。コーナーで炙り出してやる。そっ、すまない。ということは、超に打っていこう。了解。2なの？わかんない。ピョッピョって言ったら2人なのか。帰って、あ、でもジェットが前。あ、あ、左上フェニックス。ここにいる。全いる、全いる。えいた。相場も上上がってきた。何ちゅう。右下に落とした？どうし？すまない。よし。どうしようか。自宅でいいか。若干買って。ダメなの？50円の端数とか出るようになったのに、今回アップデート。これ打つのやめるとすったっけ。B かもね。 B に向かう。いいよ。私の時間。あ、こんばんは。すごいとこやけど。めっちゃ見てる。はいよ。忘れちゃった。あれ？設置まだされてない。標準壁の中になってるし。はい。
武器。リルボーンまで買っている。から来てる。はいはい。マイナス60。なんか家の中。なんていうのこれ。これどうなんていうの。あこれか。こういう点がすごい。わかんない。ここに全然違う、どうだろう。あれそうだっけ。あそうかそうか。ナイストライ。誰が死んのか全然見てる。装備を準備中。すまない。見に行ってる。うん、でも帰りに行ったんですけど。ごめん。ここら辺変なとこ行っちゃったな。でも映んないね。めっちゃ、エウラフェニックス。ここら辺にとった。わかんない。歩くスピードがよくわからん。えいちった。バイクを設置。ようこそ私の世界へ。か。それでウルト使ってみたら。離れてても解除できないプレッシャーがすごい。節約する？B2、 B フェニックス。ああ、なんかいる。B1 は2。B フェニックス。まだ置いちゃいないけど、大丈夫かな、あそこにいる子。
ワイヤー抜けられた。まだいる。ビフェニックス。うん、セイジちゃん大丈夫か。後ろからどっか A に行っちゃったかな。 A に行く。 A に向かう。あ、なんかおる。ということはなんかウルト打った方がいいのかな。どこにいるかわかんねえ。うん、方面排除、排除していい。これ死んじゃうのかな。死んじゃう。大丈夫、半分解除できてるから。でかい。ディフェンスしてもらった方がいいのかな。ダメなんだ。ああ、惜しい。ナイストライ。今の解除したら勝てた。やっぱよかった。マッチポイント。すまない。ほんとなんか、あれ、見た目により、見た目よりダメージ出るよ。キルジャーのやつもそうだけど。大丈夫。行っといてもなんかもつの。なんか A にいたのかな。この位置分かってもな、どっちか全然分かんない。あ、ミッド多め。多めが見張ってるのかな。A 多めスモーク。A フェニックス。もう分かった、これ。強っ。強いけど変なとこ刺さったかも。ね、アップステアのとこに。壁作ってこれとか。私こっち見てた。あと30秒。あ、Pに行ってるって。あらららら、はいはい、はい。時間ぐらいだよね。頑張れ。きついべ。あ、そう、動くんだ、それで。頑張るね。まだいるんだ。リロードしちゃった。上んところ。ナイス。バッタイムです。バイタイムは何でも買えるからな。よくやった。勝てねえ。勝てねえ。あー、とタイプアップか。じゃあ、エリートかな。索敵する。お、強いけど。え、フェニックス多めのそば。なんか眩しくて。おほん
すごいな、でも相手もいるって分かっておいて。とね、ヘブンした？あー、惜しい。これ割り紙ティチョーピー。あー、難しかった。まあ、あと20キロくらいしましょう。頑張ります。でもなんか歩いてたら当たりにくいなとかいうのは全然実感なかったな。いつも歩いてるからかな。あと15分。今週末めちゃくちゃ楽しみにしておきます。ちなみに土曜日も仕事がなくなってしまいました。あ、そうなんですか。それはそれでなんか大丈夫かな。土日なくなっちゃった。マジかよ。いつも通りです。突然なくなるんで。うーん、すいません。あとデスマッチ2回ぐらいやって寝るんですけど大丈夫ですか。はい、やります。あと15分必要なので配信もか。これかカスタム、うん、カスタムでちょっと相場今のマップを教えましょう。ああ、その方がいいな。じゃあデスマッチ朝でもできるかと。さっきのアイスボックス。これチートオンになってます？なってるはず。 しましたよ。一番下以外全部オンにしたんで。めちゃくちゃすぐレベル上がるな、この中生顔の下の。ああ、最初はそうですね。ロールもそうですね。ただその300レベルとかいくと、でもレベル上がるごとに枠が上がるんですけど、枠が変化するんですけど、あれ500レベルまでしか公開されてなかったから。アルティメットいけるぞ。500レベル以上ないのか。まずエゼメは、エゼメ私は開幕のリコンはここからワンチャージでこうやって打って。え？もう一回。からこうやって打ってます。うん。ここだって。ネーム大体なんだろう。味方じゃないから。ここに。ああ、味方。2本あるか。はい。ここに2本あるから、これの大体真ん中ら辺のここよりちょい上狙ってワンチャージ。あれ刺さってます？それツーチャージです。で、ワンチャージです。もうちょい前です。ここっす。ここの前まで立って、ピン刺してるとこに立ってください。え？ここだって、ここで、はい、ワンチャージっす。確定する。これ刺さってる。それでまあ大体なんか、それで大体なんか、ちょっとなんかこの上のやつ全員と、まあこの辺隠れてるやつが映ります。うん。あとは意外と。あれ、私ここからそこに刺してるつもりだったんだけど。この真上も割と強いっす。これじゃダメなんです？たまに。同じじゃない？どれっすか？それでもいいんですけど、そこどこから打ってます？ここ。そこ抜かれるんすよ。まあ、ここにフェニックスが来てたことが。え？いや、ここから見えるんす。ああ、ジェット。開幕で。あと、そもそも
ここを出る時点でもうここから構成になりますし、そこで離婚構えることが結構危ないんで、もうここからワンチャージで打つのが一番安全です。開幕大丈夫、ありがとう。でこれワンチャージでちょい上狙って跳ね返すと、ちょっと上狙ってワンチャージ跳ね返すといい感じに中入るんですよこれ。本当だ。でもこれ何が違うんだ。ここに刺す位置が違いますよ。ここに刺すとここの裏見えないんですよ。ここ見えない。ピン刺してるんでピン見てください、私の視線の方。ここに刺すと、はいはい、ここが映らないんですよ。え、ここに今刺さったじゃないですか。はい、ここに今刺さったじゃないですか、跳ね返って。はい、そうするとここ映らないんですよ。ん、あ、これ、うん、最初のやつここに刺さってたじゃないですか。はい、それここを映せるんですよ。あ、はい。で、2つ目のやつこの辺に刺さったんですけど、こことかこの裏が映るんですよ。ん、こことかこの裏が映るんですよ。ああ、ここ挟まれてて見えないのか、壁に。そこがここにある、ここに刺さると映んないんで、2つ目のやつやるとこの中がまあ全部映りますっていう。ただ僕が映んないですよって話っすね。あと離婚ってあのクールダウンが40秒なんで、45だっけ、打ってから開幕打っちゃえば40秒後なんで、残り1分の時にはもう打てるんですよ、2発目が。だから早めに離婚1つ目は使った方がいいっす。だからここまでわざわざ来て使うんじゃなくて、そこで使うっていうやつです。あ、そんな歩く時間ももったいない。はいはい、そういうことっす。これがまあ割と A で使う。あとなんかこっち側、こっち側行って、え、これ落ちた？あ、本当だ、落ちてる。これもありっす。え、なんかやりました。ここからここに立って、あ、そこ登れるんだ。後ろこのカードに立って、この辺に合わせてワンチャージで打つとここに刺さります。これも壊されない。そう、ここに刺さるとまあ大体このこことかここも映るし、この中全部映るしっていう感じです。え、どこに刺せば正解なの？ここに立って落ちちゃった。ここに立って、ここ合わせてワンチャージ打つと、ここだ。いや、ここに立つんです、その下っす。ここだ。ゴースト切った方がいいっすよ。ゴースト切らないと刺さないんで。ここです。ここに立ってください。こっちに立ってください。ん、あのピン刺してってとこに立ってください。まあ、なんか全然ピン見えてないな私。下です。下、下ピン、じゃああと30秒。これで見えるよね。これで見えます？何か見え、見えないですか？見える、見え、見える、見える。いや、いや、私のピンです。あ、はい。見えますか？なんか、うん、見えるんですけど、これ。なんすか？はい。この下から、まあ、なんか、ここっとね、ここに合わせて打つんです、ワンチャージで。キャンセル、ここだ。それここに当たりますね。もうちょい右かな。ん、ここだ。これに当たらないようにこれ避ける感じで、あ、ワンチャージこれ。そうするとまあここに刺さって、それを打つとこの手前とこの角が映るっていう。 あとここも全部映りますし、この辺だってこうやってやってるやつもちょうど映るんですよ、ギリギリ。それここに落とすのと同じじゃないですか？どこに当てるとあの壊されやすいんですよ。ああ、なんか言ってたな。上には上すぎませんって言ったら、あ、それ壊されにくいって言って。ここに落ちたら、ここにこういうやついたらすぐ壊される。逆にこうやって守って、うん、
るやつがいるとするじゃないですか、うん、こんな風に向いて壊すの大変なんです。大変ですね。後ろに刺してた方が基本的には強いんですけど、でミッドは私と攻めの刺すところはここにフルチャージで刺してます。ミッドはここフルチャージで刺してます。ここだ。ピンがなんか出ないけど、あ、ここ索敵する。ここフルチャージで開幕刺すと、どうなるかっていうと、ここ映るんですよ。この坂にいるやつ映るんですよ。ちょっと全部坂に行った時点でも映っちゃうんですよ。私そっち側にいた時なんかここに当てようかなって思って。いや守りはここの守りは同じ権利じゃないの。同じ権利じゃない。原理は違い、全然違います。ここからここに刺さる、ここに刺さると斜めなんで、この坂の下全部映るって話。うん。で、まあここに打つとこの右も映るんで、ミッドすごい上がりやすくなります。おお。はいはいはい。と。ミッドの守りは、守りで開幕っていうのは、ここに、フルチャージで一回跳ね返して打ちます。あ、ミスった。なんか浮いてる。これ何？バグって打ちます。ミッドから開幕。はい。フルチャージで、上に白いコンテナあるじゃないですか。コンテナの縁っこ狙って、こうやって打つと、どこに刺さるかっていうと、ここに刺さるんですよ。違います。フルチャージです。あともっと上です。狙うの この角です。狙うのこの角にワンバウンドでフルチャージです。スキャンする。で上すぎます。え、あとワンバウンドしてないっす。あ、ワンバウンド、キャンセル。ワンバウンド今の足でしましたけど、もうちょい左っすね。索敵する。ちょっと下すぎるのと右すぎますね。この白いコンテナっすよ。あ、あっちですか。白いコンテナの一番上の線です。そこです。んそこ刺すとB 攻め映るんで、ここ映るんで、全部で、開幕こんなとこ刺さっても絶対ワンウェーブは食らうんで強いっす。これ、ここに跳ね返ってどこに刺さってんの。ここに刺さっています。あー、うん、で、ミッド守りのリコン割とおすすめなのがもう一つあって、開幕ここがスタート位置なんですけど、ここから始まったら即もうノーチャージで走りながらこうやって打って、ここからサイレントでスペース殺すっていうやつ。もうちょい上かな。もうちょい右っすね。こうやって打つともうちょい奥だな。なんかジャンプしながらかな。あ、これですね。これ打って、これ壊すか、壊したり、なんか、映ったタイミングで、ここから、こうやって決め打ちです。それは、この離婚を壊そうとしてる人を打つってことです？違くて。ああ。そうです。おとりなのね。あとは、B 開幕でよく使うのは、B 開幕でよく使うのは、ここスタート地点なんで、聞いてます？はい。B 開幕でよく使うのは、ここから開幕これ打って、もうここ登っちゃうっていう。ん？登る糸は？そこ、登り方なんですけど、ここ打って、そこサイレントです。そこシフト押しながらジャンプして、ここ、ストレフでこの木箱上に乗るっていう。ん？いや、こっちっす。
シフト押しながらいけるんです？無理です。あ、でも音鳴らない？音鳴らない？音鳴りますよ。多分。なっても離婚を打った銃声のタイミングでこれ飛ぶんですよ。もしくは離婚が鳴ってる間に。ああ。で後ろに出ると敵に見えちゃうんで、後ろに出ずにここからもそのままストレーフです。ストレーフって何ですか？ストレーフはここからジャンプするときにジャンプして、A と同時に押しながら右向くって感じです。そうするとこうやって加速するんです。加速する？はい。あ、そう。マニーホップと同じです。え？カーブしないといけないんです？カーブした方が安定して乗れるってだけで別にまっすぐでも乗れますよ。うん。あ、そう。こうやって乗れるんです。ありがとう。今ミスりましたけど。うん。ということはやっぱり覗くときも曲がることで速くなってるのかな。加速しますよ。加速？加速？ここ絶対クリアリングしないじゃないですか。ていうかもうそもそもここが危ないもん。大体足だけ先に見えるんで、足だけ先に見えるんで、こっちからもう見えてるんで、下半身全部。こっち全え？これ抜けるの？こっち側は抜けるの？これ抜けないっす。抜けないんだ。そっちから打てないっすけど、こっちから足とか胴体全部打てるんで、こうやってこれ抜けないの？ずるないだからずるいんです。だから使うんですよ。これ抜けないんだ。やっぱたまにね、こっから狙われるんで。あと B 攻めでまあ使うのは、なんか爪警戒だと、爪切り、なんだろう、詰めてるのを警戒するときだと、ここ刺したりしますね。か、ただこれだとこの本当に手前とかしか、手前とか右しか映んないんで、あんまり使わない。よく使うのはワンハバウンドチャージで、あ、ミスった。もうちょい上。チャンス獲得する。ツーチャージした。まあでも刺さったからいいな。ここだ。ここに刺さるっていう。え？ここからコース狙うのは、ここよりちょい上ですね。ちょい上をワンチャージかツーチャージ、ツーチャージだ。ツーチャージでいけ。ツーチャージでいくとこういうところに刺さるんですよ。この上とかこの下に。そうするとイエロー裏とここ詰めてきてるやつが映るんで、まあまあ強いです。開幕ってその次まあ B 側時間かかっちゃったりして離婚がまた戻ってきたらどこかっていうと、ちゃんと刺さってる。まあ離婚残ってて B なんか攻めあぐれてる時は、おすすめなのはとりあえずここからノーチャージで適当に投げてあっち側に打つとか、あとはまあノーチャージでも結構得るのか。ここにフルチャージで獲得する。へえ、こんなに得るんだ。フルチャージ2バウンスでここに打つとこんなところにも刺さりますし、まあいろいろあります。まあ大体雑に打っても D は強いっす。どこ打ってもいいっす。獲得する。あ、たまに私怖いからこんなとこいないけどね。あそこスパイク設置してるときになんかね、パッて出られるんで、クリアしないから。で、そうっすね。何がいいかな。まあ B リテイクの時はこう2チャージ1バウンスとか使うとここに刺さるんで。あ、ここのイエローボックスのとこも見えるのか。イエロー裏とこの辺とこのさらに上も映るんで、上にいるやつも、まあまあまあ強いっす。それ地面に落としたんでしたっけ。はい、あそこに刺さります。そこからそこ隠れるんですよ。隠れた、ここから打てます。ここから、あそこに跳ね返すだけです。
ツーチャージで。キャンセル。今ワンチャージです、ね。確定する。キャンセル。跳ね返す角度結構重要です。そうするとあそこにほら刺さるんですよ。角度を覚えれば簡単です。ここじゃないですね。もっとこの辺です。確定する。そうすると刺さります。まあ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 って感じです。キャンセル。いつも2チャージでやってた。あえて刺さるんですよ。そうするとまあ大体映ります。あと設置中、敵が設置するぞってなってる時に、今この中とかで守ってる時は、ここからノーチャージでこの辺狙うとイエローに刺さって、はい、設置してるやつ撃ってるんで。こんなとこ怖くて守んないな。こんなって。なげんす。確定する。あ、どっか行っちゃった。キャンセル。で、そしたら設置してるやつ撃ってるじゃないですか。それをこの箱の中からこうやって撃って殺すんです。こんな撃ってこうやって撃って間に合う？確定する。間に合う。ここで撃つってここで撃つ。ナイフで全然間に合います。今からやりますよ、私は。うん。行きまーす。間に合うじゃないですか。あ、そうです。だいたいここ壁とかスモークとかなんかいろいろ書かれてるんで敵には撃たれないんで。ありがとう。それで勝ちです。銃声が出てもなんかこうミニマップに円みたいの出ないんですね。出ないっすよ。足音は出るけど。ありがとう。これがバニーホップです。これがバニーホップです。